白狼山。真的，三国无双猛计算。哦，这游戏说不了哎。哎，你知道，说到这个，说到华佗，我就想到，华佗不是有帮那个谁关云长割骨疗伤，然后关云长还在那边，我跟你说，他那时候看着那个书已经在那边捏啊，好痛啊，然后还要为了男子气概还要忍住了。他已经痛死了，我觉得。要刮到骨头开玩笑，讲到这很简单的样子。我们要怎么跟谁讲吗？啊，準備はできたようだね。私のせ、遠距のせ、そして今日では。我一直很没有办法理解那个。全軍、爆露戦へ進軍せよ。我一直很没有办法理解割骨疗伤还在那边看春秋的一幕，很可怕。哎呦，捅一下而已。哦，这只角色好强。哇！这时候才发动有什么屁用？啊，算算算，有就好，有就好。連携は乱れるはず。まずは山からいぶり出すため、この手を抑えよう。他要打哪里？我看一下小地图，有点迷路。不好意思，不好意思，我走错了。结果守卫要杀，捅两刀哎！啊，太好杀了吧！哇靠，张辽也太强，都给张辽玩就好啦，我不晓得还要玩什么。走开！三秒有效过了就切回主武器，有需要再切回去。哦。等一下，这什么啊？而且我还不能进去耶！张辽，你拿这是什么东西？这把也挺不赖的嘛！不能进去耶，马龙！另外一边赶快救门好吗？靠腰。我靠！群魔乱舞啊！你敌人在哪？我都看不到了。这个真的很夸张。哦，因为我比较喜欢方天画戟。我觉得方天画戟比较帅。起来！私の知略が破れようと。敵将、超文元が討ち取った。你家的张辽拿这个还是很厉害的。因为这个武器好啊，我喜欢。守卫你来，我有话跟你说。你过来，你过来，你过来。我也不知道，好好笑。你看 ，bang， 捅死他。其实我也不知道那是什么武器。哇！好凶哦，都给他玩就好了。
ドロー。没有打到敌人，没有打到敌人。你在忙什么啦？哦，我的妈，再一次。啊，对了对了对了，可是我比较喜欢方天画戟，你看好帅，帅到掉渣。可能他帮对面垫头发吧。敵陣の裏を抱け。相手は背面の安全を。这个很棒哦。各、あなたと戦うのは表から。哎，通大将是不要再提。哎，哎，我是主角，你打我。连我妈都没有打过我。勝利は見えた。敵陣を蹂躙せよ。押して参る。雨翔在哪？好帅！角田殿は無理を押して戦っておられる様子。この戦、早々に決着をつければ。好啊，也可以啊。可是这武器也蛮有喜感的，舍不得丢哎。真的，这把方天画戟攻击超强，你看，果然是吕布的啊！你看那个，都给他玩就好了，好夸张啊！哦，对啊，我小时候一直被我妈打，因为太皮了。没有，好不好？小时候我妈都常打我，因为我太皮了。我这边啊，耶，好棒！我们好像迷路了。那我们应该要从右边那边走上去。打过了。洞窟を抜ければ敵陣の裏へ回れるはず。だが危険は伴う。十分注意して進もう。然后这样超弱智。啊，浪费。哎呀。どうなるか身をもって知るがいい。
てまいる。思ったより手こずりそう。この体だ。よし、敵の後ろに回る。一阵里蹂躏一番吧。他讲话讲到言情小说了，到底怎么回事？那个蹂躏不是什么总裁系列才会出现的吗？他们都在干嘛啊？这三国贵客的耶、あとはこの戦を終えるだけだ。鲁矿。我们又不是寇格魔。もう我慢できん。全軍撃ってやるぞ。お待ちください、兄上。山から出るなとの命をお忘れか。有了。山から出る。もう落ちる。その際。捨てたものではなく。その首もらい受ける。いざ押してまいる。堵到两个。なんという武勇。この道は私たちも使わせてもらおう。遅くなっちまったか。遠距離のボスども、俺が加勢するぜ。ウガンが来てしまったか。彼らに構っている時間はないというのに。说什么没时间理他，还不都是我打的。いい感じですわよ。艾门。もはやここまで。継続として潔く散るがいい。这么强，这关超好笑的。これでようやく炎家との戦も終わるか。炎将よ、お前の子供たちは無様ながらもしぶとく生きたぞ。終わったようですね。おい無理をするな、カクカ。誰か馬を持て。他又来了。曹操殿。而且他有勾位。モーセ。陣に戻ったら宴を。他又来了，这个娘娘腔真是气死我了。カク。お？二つだけ言わせてもらえるかな。お。もう誰にも遠慮することはない。あなたは曹操軍随一の軍師だ。いきなりなんだ。俺を担いであんたに何の得が。曹操殿。おい。あ、他死翘翘了。曹操殿、閣下殿が。言うな。言わんでいい。さらばだ。閣下。Oh my god。
披风可以插在马屁股里也是蛮厉害的一件事。曹操は白狼山で遠家を根絶、家北の体制を盤石なものとした。病を押して指揮を取り続けた各家の働きが実を結んだのである。しかしそれがたたり、各家は凱旋の途上に帰らぬ人となる。同年、曹操は各家の戦を無駄にすまいと南進を開始。手始めとして今は慶州に身を寄せる劉備討伐の軍を進めた。劉備、時に共に戦い、また時に自分に対し牙を剥いてきた男。今は弱小だが、いずれ時を得れば強大な敵となり得る。曹操は曹仁を先行させ、万全の体制で劉備討伐に臨む。しかし曹仁は思いがけず苦戦を強いられていた。危惧していた劉備の時はすでに到来したというのか。夏侯惇、長江、李典が慶州深夜に英雄を問う。怎么走了一个娘娘腔又来一个辫子男。